10月21日、22日の2日間、福岡市役所前ふれあい広場で天草まるごとうまかもん&旅フェア in 福岡が開催されました。今年で3回目となる福岡での天草フェア、会場には熊本県天草市からグルメ、物産、観光など30ブースが出展。みりん干しなど海産物を中心に天草のえりすぐりの素材がずらりと並び、その名の通り天草の魅力を丸ごと感じられる2日間となりました。会場に設けられた特設ステージでは、天草出身、熊本在住のシンガーソングライターミカさんのライブや、熊本県住みます芸人モッコスファイヤー、熊本の営業部長くまモンのステージパフォーマンスも行われました。天草エアラインを利用すれば福岡と天草は35分。こうしたイベントを通して海産物の宝庫天草がもっと身近なものになりつつあります。